そこの人の家って感じがしない。あ、でも来年の8月まで使える。じゃあちょっとまあね、見たしお部屋、お部屋探索でもしようかな。いいよ、あんま来たことがないのでね、こう一人暮らしの。じゃあ見るか。でもあんま生活感がない感じのあれだから、学生すごい綺麗そう。10代とかの家じゃないよ、寝室で、うん、でまあキッチンで、うん、はい、トイレ。なんか全部が綺麗。もう靴で、お風呂ない。あ、そう。ホテルみたい。え、こういうホテルあるよね。男の人の家って感じがしない。俺が綺麗好きだから。A型並み。どういうこと？え、A型並みがちょっと理解できない。A型並みに綺麗好き。確かに普通男の人の一人暮らしの家とかなんかちょっと散乱したりするしてそうだけど、全部綺麗。あと誰か様に行きたいのになったりする。服しかない。もう一個もあっちにシューズインクローゼットぐらいかな。なんていい家なんでしょうか。もし仮に二人で暮らした場合、まあ、嫌になると思います。簡単なことや。ある場所に戻すだけ。それができない。別にできなかったら片付けるけどね。それがこう積み重なってって、こう爆発するんですよ。それで好きなの？マサ。俺全然。苦じゃない人なんだ。別に。片付けとか好き。なんか服とか上着とかパってなんか外から来てかけて、その辺置いてるとかけちゃう。パッて置いておく。あそこにやって、あ、じゃあこの着ようって。またコンビニ行くときそこから取って着ていく。まあ楽だよね、そっちの方が。さくちゃんがなんか作ってもあるらしい。超腹減ってる。あ、でも朝しか食べない。お腹空いてる時に食べる食べ物ではないかもしれない。あ、でもいいよ全然。なんか、うん、ではじゃあ作ってくれるの一緒に作ろう。あ、一緒に作る、いいよ。ホットケーキ作りましょう。ホットケーキ作ったことない。え、ないの？食べよう。うん、食べましょう。教えてください、はい、作り方を。作り方っていうか、これは混ぜて焼くだけなんですけど、レッツクッキング。卵割れる？割れるよ。じゃあ卵割り係やって。え、どこに入れる？ここ。あ、緊張する。どこで？殻入っちゃいそう。あ、あ、危ない。ちょっと待って。一回ちょっと、すごい。新進だね。家でこんなんすることないから。あ、そっか。いきまーす。せーの、はい。おい。あ、あ、でも大丈夫でしょ。くっついちゃった。完成でーす。これでこれとかかけるってこと。そう。なるほど、デコレーションね。贅沢にね。イエーイ。イエーイ、できました。完成。いただきます。いただきます。うん、なんか焼けてる、ちゃんと。うん、おいしい。おいしい。いちご甘い？でかくない、うん、どうでした？ホットケーキ。おいしい、楽しい、嬉しい、しい。おいしい、普通に、うん、お店で食べるのとはちょっと違うね。まあ、お店で食べたことないから、まだわかんないけど。ホットケーキ？そう。その、行ってないのよ。そうなんだ。一緒に料理できてよかったよ。よくない人みたいな、言わされてるからすごい。いやいやいや、でも本当に楽しかった。うん。初めて。じゃあ次は、ホットプレート料理に目覚めたらいいんじゃない？お好み焼きとか、できるよ。そうそう。ほら、沖縄で食べた、タコライス作ったじゃん。ああ。
そう、そんなやつとかもホットプレートでできるから、これを機に料理をしましょう。おっす、一人で、でもそう、一人分ホットプレートって何人かで囲むもん確かに寂しい一人で占領するもんではないよ。ありがとうございます。はい、よかったです。おい、楽しくできたので、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったです。美味しかったです。ということで、私が本当は聞いてください、はい、本当はこれはちょっと時間がなくて、うん、ただの写真だけになっちゃったので、後から一人でダイソーに行ってもらって俺が行くスタイルなんや。後から行ってもらって送りますとかじゃなしに、ね、カレンダーを作ったの。全然行く。あ、おー、これは表紙でこれは来月から使えるやつ。ありがとう。え、でもさ、良くない？カレンダーとかできるんだね。できる。これは来年の8月まで使える。来月から1年間ある。1年間使います。ありがとう。みんなとの思い出だね。写真がいっぱいあるので、ね、ちょっとこれだけまさか切れちゃったけどいいごめん、ちゃんとやったつもりだったのに。 OK、 あとは俺が完成させるそう、完成続きは俺がお願いします。これが表紙みたいなんで。そう、これが表紙で、あとはまあ多分、うん、そう、入れるだけかな。ありがとう。これ一番最初にツーショットした時の写真。うん、うわ、懐かしい。俺でもこれ好きね、後ろのやつ。俺これ超好きだった。エモと思った。頑張って完成させてください全然いいです、うん、ありがとう。まあこのままでもいいんじゃないのが。いやいや、完成させるよ、ね、お願いします。写真送ります。うん、はい、ということで、ありがとうございます。来月からのカレンダーになります。完成させます。頭いいね、カレンダーずっとだって見るもんだもんね、うん、毎日みんなとの思い出がたくさん詰まっていますので、あとは任せてください。お願いします。私からのプレゼントでした。もうそろそろ帰るお時間になりました寂しいね。寂しいですね。ワンちゃんにも会えたので私は。またいつでも会いに来てください。はい、来ます。いつでも連絡しますよ、僕は、うん、ご飯も行きましょうね。おっす、ありがとう。いいえ、よいしょよいしょ。はい、あ、ありがとう。ありがとう。またおいで。じゃあ、うん、いつでも連絡して、うん、じゃあね。うん、バイバイ。気をつけて。ありがとうございました。お邪魔しました。バイバイ、バイバイ。じゃあバイバイって。だね、バイバイ、ありがとう。ありがとう。いや、行っちゃったかって感じですけど、まあ楽しかったな。一緒に入れたことが良かった。とりあえずちょっとでも、なかなかこのご時世ね、会えないんで、また会いたいまた次はなんか外行きたいですね、デート。この動画をご覧いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。また見てね。バイバイ。ピース。かわいいよ。マジでかわいい。連れて帰りたい。次に来るか？ん？あ、お前ずるいぞ。シャドウかわいがってる。桜がかわいい。本当にかわいい。